フライバイだね。スピードとスタミナが問われる WBC クラシック、この大舞台で馬娘たちはどのような走りを見せるのか。3番人気にはサイレンス鈴鹿、2番人気を紹介しましょう、リトルココン。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気ネオユニバース。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート、ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。先行争いはサイレンス鈴鹿、ツインターボ、ダイワスカーレット。期待通りの結果を出せるか。1番人気ネオユニバース、サイレンス鈴鹿快調に飛ばしていきます。サイレンス鈴鹿先頭に立ちました。2番手の位置で先頭を伺うのはツインターボ。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていったのはサイレンス鈴鹿。続きましたツインターボ、1馬身離れてダイワスカーレット。ネオユニバースここにいます。そしてその後方にはメディロライ、一馬身離れてテイエムオペラ王、さらにビターグラッセ、少し後ろからメディロアルダン、二馬身三馬身開いてマチカネファンホイザ、向こう両面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきましょう。サイレンス鈴鹿まだ先頭をキープしています。一馬身差ツインターボ、三番手にはメディロライアン、四番手にはテイエムオペラ王、ダイワスカーレット追走、あとはネオユニバース。それを見るようにメディロアルダン、内マチカネファンホイザ、内を回ってビターグラッセ、後からヒプノディクタス、その外並んでリトルココン、そして内目をつきましては川上プリンセス、その外並んでエイシンフラッシュ。間もなく第4コーナーカーブ、勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。ネオユニバース外で足を溜めています。ネオユニバース前を狙っているのか。400を切りました。さあ外から先頭を伺うのはメディロライアン、受け出したのはサイレンス鈴鹿。だが後続も追いすがる。200を通過、先頭ネオユニバース、しかしその差はわずか。先頭は依然ネオユニバース、これはすごい。ネオユニバース走りは衰えない。勝ったのはネオユニバース、見事な走りで勝利を手中に収めました。1着はネオユニバース、見事 WBC を制し勝利の栄光をつかみました。2着メディロライアン、3着に入ったのはサイレンス鈴鹿。